各地で海賊同盟の動きが活発になる一方で、海軍の海賊討伐の手は鈍っていた。スモーカーが得た情報によると、海軍本部は麦わらの一味の捜索を最優先任務とし、他の海賊と戦うことを避けているという。不穏な情勢下、ルフィ、ナミ、フランキー、そして海軍から離れたスモーカーは残る一味の行方を探し、航海を続けていた。その途上、突然現れた海軍船から意外な来訪者が乗り込んできた。ルフィの祖父であり、伝説の海兵と称される海軍中将モンキー・D・ガープである。元気か、小僧ども。ガープ中将。ルフィのじいちゃんか。スモーカー、ルフィと組んで海賊になるとは思い切ったもんじゃ。俺は何もしちゃいねえ。誰かのでっち上げだ。まあわしもそう思っちゃいるが、海軍じゃお前はもう凶悪な犯罪人ということにされとるわい。くそ、もう海軍から離れるしかねえらしいな。じいちゃん、俺たちを捕まえに来たのかよ。バカもん、わしは忠告に来てやったんじゃ。怪しげなダイヤルを手放さん限り、この先命を狙われ続けるぞ。じゃかやルフィ、ダイヤルをわしによこせ。わしが適当に処理しといてやる。ダメだ、これは仲間を探すのに必要かもしれねえんだ。それに仲間を見つけたらケムリにやる約束だ。賞金組のスモーカーに渡したところで状況は何も変わらんわい。俺は賞金首にされる筋合いはねえんで。だがダイヤルのことを調べ上げねえ限り、海軍には戻れねえ。困ったやつじゃな。この一件が落ち着いたら、お前の復職はわしがいくらでも口を聞いてやるわい。そういうのも気に入らねえんで。とにかく仲間が集まるまでは絶対に渡せねえ。お前ら、じいちゃんと大先輩に向かってその無礼な態度は何なんじゃ。この上はわしの拳で言うことを聞かせてやるわ。生意気な小僧どもに世の厳しさを教えるぞ。な、瀬戸丸、手加減はせんでええぞ。了解。よっ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 よ。ドネムさんに連絡が入ってんだ。わしが戦闘丸を奇襲しているよ。貴様の名前を確保してくれ。どっかで聞いた声だよ。足場を固めといて縄張りを落としてみろ。
援軍も安全に来れるぞ。待たせたの。これなら戦闘丸を奇襲できるぞ。やっぱりシーペイちゃんだったのね。くそ、奇襲かよ。これなら返り討ちにしてやる。よっ
が負けるか。俺は海賊王になる男だ。本拠地前の守りが手薄になっとるぞ。みんな何するんじゃ。それが中央にいる敵の対応に追われ、こちらに兵を避けないような状況で。好き放題やりおって。なし。おお、こちらキザール。戦闘丸くん、作戦通りに行くよ。ここが正念場じゃぞ。気を引き締めてかかるんだ。
ちを早くれてわしはどうなっても知らんぞ。俺たちには俺たちの冒険がある。じいちゃんの世話にはならねえ。何よりじゃった。ありがとうジンベイ。でもなんで来てくれたんだ。最近いくつかの海賊同盟が集まって大海賊同盟とやらが結成されたのを知っとるか。そやつら政府の密約とやらを真に受けて麦わらの一味をつけ狙っとるらしいと聞いての。密約か。確か俺たちを捕らえりゃ政府からなんか大きな特権が与えられるって話だったな。しかしキザルが現れるとは思いもよりゃせんかったわい。海軍大将が腰を上げるなんてのは特例中の特例。政府はよほどダイヤルが欲しいらしいな。ジンベ、仲間がまだ行方不明なんだ。どっか心当たりはねえか。そうじゃな、霧の海域の噂は知っとるか。何でも濃い霧に包まれた海域があって、そこに入った者たちは皆消息を絶っちまうらしい。霧か、確かに怪しいな。ジンベ、場所は分かんのか。おおよそは聞いとるが、霧の奥に何があるのかわからんぞ。他に手がかりがあるとすれば、ことの発端となったパンクハザードだが、今の俺たちの戦力じゃ危険すぎる。その霧の海域、一応調べてみようじゃねえか。ケムリン、勝手に行き先を決めんなよ。この船の船長は俺だ。じゃあどこに行くんじゃ。よし、霧の海域に向けて出発だ。